オメガもちょっと飽きてきたんで、まあそろそろ軍用時計を、アップしていきたいと思います。でやっぱり、まあ、コレクションとしては結構持ってるんですけれども、まあ、なかなか裏蓋開けたりしないかったので、今回ちょっと一つまずこのシーマですね、開けてみましたけれども、シーマのです、軍用時計はね、すっごくいいです。これもうオメガよりいいんじゃないかなって個人的には思ってます。なんでいいかっていうと、まずですね、このケースですね、非常にしっかりしたケースです。でこれはブロードアローのマークと WWW でですね、これ裏蓋開けますと中にもこの刻印が入ってるんですね。すごいですよね、この刻印見えますかね、 WWW。 これ決して裏が押してあって裏に出てんじゃなくて、もう全然違いますね。押しもこちらにも入ってます、中側にもですね。で、胎児カバーですね、胎児カバー入ってるんで結構時期に強かったと思いますけどね、胎児カバーで、機械はですね磨きとか入ってないですから、まあシーマの機械ですけど、でも微調整部分のところもしっかりできてますね。これ結構追い込んでいけば結構な、精度出たと思いますね。決してパテックやまあオーデマとかインターとかいうね、磨き込んだ時計じゃないんですね。でも素晴らしいです、今回、初めてこれ開けましたけども、まあこれから軍用時計少しずつ出していきますけれども、まずこのシーマ、ケースに昔惚れて買いましたけれども、確かにこのしっかりしたケース、そして胎児製のインナーケース、そして裏蓋の刻印が中と外と両方に入っているというこのシーマですね、これはですね本当にいい時計ですね。今回びっくりしました、開けてみて、最近は値段も結構上がっているとは思いますが、決して侮れない時計ですね。なんかもうロレックスとかもう結構行き着くとこまで行っちゃったんですから、この軍用時計ですね、まあ、もちろん注目もされてますけど、さらにこれから人気が出ていってもおかしくないですし、オークションでもこれから出てくるんじゃないですかね、素晴らしいです。個人的にこの開けてみて、このケースがやっぱり素晴らしいですよね。またこれからロンジンとかオメガとかいろいろアップしていきますけれども、このシーマ個人的には軍用の中ではとても素晴らしいと思います。はい、シーマの軍用時計でした。英国軍ですね、軍用時計でした。